こんにちは。一般社団法人日本体ワーク協会マスター体バー1級の木田あさみです。この DVD は様々な体バーの動作をつなげて行うフローの第4弾の DVD となります。下半身のみ上半身のみと分けずに、下半身から上半身へと体全体を使えるようなフローでつないでいきます。マニュアルにない動きも入れておりますが、皆さんのレッスンの状況レベルに応じてぜひ調整をしながら提供してみてください。正面に向かって平行になるニュートラルの位置、前に戻して足を戻し、右足後ろ、ランジ横伸ばしから動きを付け足します。上の肘を伸ばしながら、腰の反りすぎに注意してください。今度はニーハグの底から斜めに足を出す、斜め片足バランス、反対に戻して、スクエアから立ち上がり、膝を曲げたらキック、後ろに押し出して足を下ろし、肩を下げておへそを長く、体を開いてスクエア。この動作から手を腰に戻してスクワットの動き。さあ、ここまでの右と左のそれぞれの動作を、厳しければ上の手は Z に戻す。最後も1回。